このそば。やっと起きたわね。カズマってば全然目を覚まさないんだから、もうダメかと思ったわよ。俺はお昼休みにアイリスたちとご飯を食べてて、日本で夢の美少女ハーレム生活を送って、やはり何者かに幻覚を見せられていたようだな。アクアがいなかったらどうなっていたか。寝ている間ずっと意味不明な上事を言っていたので心配しましたよ。テンプレがどうとかこうとか。アイリスたちはどこに？お兄様、アイリスはここです。よかった、お兄様の意識がこのまま戻らなかったらと心配して。どうしたんだ、お兄様なんて改まって。演劇の練習か？お兄様？私はいつもお兄様とお呼びして。それにお前とは血がつながってないんだから、もうお兄ちゃんじゃなくてカズマでいいんだぞ。おい佐藤カズマ、アイリス様に無礼を働くのは許さんぞ。クレア先生、僕らの話に口出ししないでもらっていいですか？な、先生とは何のことだ？エリカ、今度お前の手料理を食べさせてくれよ。結婚する前にそれくらいいいだろ。結婚？そんな約束カズマとするわけないでしょ。ユンユン姉ちゃんは帰ったら一緒にお風呂に入ろう。俺この前の続きをしたいな。一緒にお風呂？カズマさん、どうしちゃったの？幻覚の中でよっぽどいい思いをさせられて、頭をやられちゃってるみたいね。カズマ、いい加減に正気に戻るんだ。お前が先ほどまで見ていたのはただの幻覚だぞ。嘘だ！あの世界が幻覚だったなんて！全てが俺に優しくて、美少女が俺をチヤホヤしてくれる夢の世界が！でも、なんだってカズマは幻覚なんかに。さくらさくら。お？今誰かの声がしなかったか？大変！皆さん周りを見て！桜、桜、桜の木が喋っています。桜の木に化けたモンスター、こいつらエルダートレントね。こんな場所にお花見スポットがあるなんておかしいと思ったのよ。
あ、そういえばエルダートレントの枝葉には幻覚作用があると言います。カズマが見たものと関係があるのでは？お、待ってた花びらが浮かんで粋だな。これをクイッと。はぁー、最高。こいつらの仕業だったのか。このまま野放しにしておくのは危険だな。エルダートレントを一箇所に集めてください。私の爆裂魔法で一網打尽にしてみせます。アイリス様、ここは冒険者たちに任せて、私たちは安全な場所へ。仕方ありません。皆さんお気をつけて。行くわよ。早くこいつらを通してお花見を再開しましょう。ちょっと待った！カズマ、そんなところに立たれると邪魔なんですけど。エルダートレントさんを攻撃することは許しません！え？カズマ、今度はどうしたというのだ？まだ幻覚を見ているのですか？目を覚ましてください、カズマ！俺は正気だ。じゃあどうしてエルダートレントをかばって。決まってるだろう。エルダートレントさんにあの素晴らしい世界へ連れて行ってもらうためだ。何を言い出すかと思えば、まったく、お前というやつは。エルダートレントさん、はよー。俺の理想の美少女ハーレム生活へ、はよー。さ、さくら、心なしか、エルダートレントたちも困ってるわね。この私の見立てによれば、美少女ハーレムの虜になった今のカズマはもう言うことを聞かないわ。ふん、私が足止めしておくから、みんなでエルダートレントを。お前ら待ちやがれ！このスバ